どうもクロスロードラボです。今日届いた荷物はこちらになります。はい、今日はですね、なんとあの場所は静岡ですね。静岡のですね、以前ポートエレンローズバンクダラスデューを送ってくれた方、第3弾です。はい、で今回はですね、インスタで DM をいただいていました。はい、送りますよとかじゃなくて、届いてから DM をいただきました。でさすがにちょっと3回目なので、あの変に思われるかもしれませんがということで、インスタで DM いただいたんですが、ちゃんと理由が書いてあってね、ちょっとあの部屋を開けないといけないということで、お酒をね整理しないといけないということなので、役に立ちそうなものを送りますとのことで、内容は書いてなかったので今からちょっと楽しみです。はい、2回目の時はですね、天使の誘惑とか鬼兜、焼酎ですね、あれもちょっとお客さんにね、視聴者の方とかに提供させてもらってるんですが、かなりね評判がいいです。はい、美味しいですねあれね、それとブラックアダーのねアイリッシュだったりとか、あとはハイコースとかね、はい、以前いただきました。それが第2回目、今回は3回目になります。はい、それでは何が出てくるでしょうか。今回もですね、結構入ってそうです、ものがすごい、梱包がちゃんとされてるんですよね毎回。ちょっとん、いやー、そうですか、これね、ちょっとすいません、なんかこれはもらって本当に、前回もそうですけど、いいのかどうかというレベル。山崎18年でした。ありがとうございます。いやこれは僕に送ってる場合じゃないと思いますよ。はい、前回も前々回もそうですけど、はい、本当に恐縮しちゃいますね。開けましょう。はい、うちちょうど今山崎18年ないんですね。ずっとどこかで入荷したいと思ってたんですけど、はい、ありがとうございます。これはこれいつのやつかな、2020年の12月末日までの、マイレージポイントがついてるので、割と最近のものですね。はい、で次です。あれ、これはいやーすごいこれ本当大丈夫ですか、こんなの送っちゃって。よいしょ。はい、シグナトリーの1988年の、マッカラン18年です。はい、1988年蒸留ですね。いやーすごいですね、どれだけ持ってるんですか、貴重なものを。申し訳なくなってくるんで、なんかあれなんですけど言葉がね出てこないです。はい、あ、これはが入ってます。うなぎパイありがとうございます。うなぎパイいいですね、ありがとうございます。もうちょっと和みました。はい、賞味期限が8月12日大丈夫でした。ちょっと開けるまでに時間経っちゃったのでね。はい、うなぎパイ美味しいですよね、嬉しいですね。食べましょう、うなぎパイ食べながら開けましょう。まだね、あと2本3本あるんですよね。はい、ちょっと
とリラックスするためにいただきます。夜のお菓子うなぎパイって書いてますけどね、本当に効果あるんですか。これも静岡県なんですね。浜名湖名産春華堂っていうんですかね、春華堂さんのうなぎパイ。ちょっと読み方間違えてたらすいません、はい、春華堂さん。うん、はい。そしてはい、こちらもうこのねえ、この間のこのゴードン&マックファイルのね、うん、箱なんですけど、これなんですかね、もう怖、ちょっと怖くなってきちゃいましたね。うん、いやちゃんとこうインスタでね DM いただいたのでもうそんなことないんですけど本当にね、なんか日本酒が好きみたいですね、この送ってくれた方ね。だからあんまりウイスキー飲まないらしいんですけど、すごいもの持ってますよね。じゃんって開けたんですが、ちょっとラベル裏向いちゃってて見えないんですよね。なんでしょう。はい、スペインモルト。おー、マッカランです。いや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 、うん、1996年のマッカラン、ボトル詰めされたのは2005年ですね。うん、ちょっと若めのマッカランですけど、やっぱりこの蒸留された年っていうのが大事ですよね。96年のマッカラン、これです。度数は40度、700ml ですね。いや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 、いやドキドキしてきました。はい、危ない危ない。よし、最後です。最後はね、なんか箱でかいんですよ、だから最後に回したんですけど、はい、じゃん。あれ、この箱はこれはもしや新しい蒸留所のあの、よいしょ、はい、なるほど、グラスゴー蒸留所、これは新しいやつですね。あ、なんかあれですね、はい、あの落ち着きました。これは割と最近のやつじゃないですか。確か5、6年ぐらい前にできたばかりでね、ローランド、珍しくね、ローランドの蒸留所なんですよね。はい、どっかの動画でもね、ちょっとそのこと言いましたね、グラスゴー蒸留所ね。リリースナンバーワン。あとはないですね。ないです。はい。よし、それでは、手紙を読ませていただきます。こんないい箱に入ってくるんですね。あ、500ミリなんだ。なるほど。確かね、6,000〜7,000円だと思ったんですけど、500ミリって考えると結構いい値段しますね。うん、なるほど。よし、手紙読みましょうか。はい。手紙は、あった。手紙ないと思ったらうなぎパイに入ってました。はい、それでは読ませていただきます。ありがとうございます、本当に。背景クロスロードラボ様、突然の手紙とお酒を送らせていただくことをお許しください。毎回動画を楽しく拝見させていただいております。自分はお酒をほとんど飲みませんが、クロスロードラボ様の動画を見させていただき飲んだ気持ちになったり、動画内で紹介されています簡単なおつまみなどは自分でも作って楽しませていただいております。
今回送らせていただきましたウイスキーは届いたシリーズでリカマンさんで購入されて送られたという動画を見て、自分もリカマンさんを覗いてみたくなり行ったところ、グラスゴー蒸留所の1770リリースナンバーワンがあったので購入したものです。そしてマッカラン2本は10年ほど前によく行く酒屋さんで購入したもので、はい、山崎は以前いただいたものです。この3本は眠っていたもので、このままにしておいてはお酒を無駄にしてしまうと思い、ぶしつけながら一緒に送らせていただきました。今後も、動画を楽しみにしております。いや、めちゃめちゃ実はね気を使っていただいているのか、毎回ね、前回もちょっと気づかなかったんですけど、毎回初めてお酒を送る体で、手紙を書いていただいてます。はい、本当にありがとうございます。もう嬉しいですね。なんかこれはね、ちょっとねこの山崎18年を使った動画をね、アップする予定だったんですよ。はい、でも現行品がちょっとなかったので、あれだったんですけど、ちょうど現行品が、はい、いただいたので使わせていただきます。はい、そしてねマッカランに関しても実は、別の動画でマッカランの話をする予定だったので、その時にちょっと使わせていただこうかな。で以前のねポートエレンとローズバンク、ダラスデューも、動画にしてないのでですね、そちらもまだもちろん未開封でちゃんと撮ってあります。はい、そちらの方も、それぞれ動画にさせていただきたいと思います。はい、ちょっとねなかなか動画にできてないものもまだあるんですよ。マッカランも以前いただいたものがあって、それも、このマッカランと同時にちょっと紹介しようかなと思います。はい、あとはあれですね、ベリーオールドセントニックのバーボンがまだ動画にしてないのと、まあ、ちょこちょこいろいろあるんですけど、ちょっと徐々にね、サブチャンネルも使っていろいろ紹介していきたいと思います。はい、で今日はグラスゴー行ってみましょう。はい、これはね先にちょっといただいていきたいと思います。はい、一番最初にこの山崎がポンと出た瞬間に、あ、このまま山崎の動画にしちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっとその後もこんなにねいろいろ貴重なものをいただいたので、ちょっと別々に動画にしたいと思います。はい、そしてちゃんとこのマイレージポイントも使わせていただきます。はい、業務店専用なんですよこのマイレージポイントってね。ポイントを貯めるといろいろグッズがもらえるんですけど、まあ、グラスだったりとかね、バーツールだったりとか、まあ、いろんなものと交換できるんですよね。一般の人にはねあんまりこう必要ないと思いますけど、どうしてますかマイレージポイント。皆さん、それでは今回はグラスゴー、評判はいいですよね。ピーテッドシリーズとかも出てたりとかしましたけど、見たことありますけど、結構ね若い人がやられてるんですよ、若い方たち。よいしょ、ちょっと正直気になってました。はい、グラスゴーはねローランドって今全然ね、蒸留所がないので結構貴重な存在というか、もともと昔あったみたいなんですよね、ローランドにこのグラスゴー蒸留所っていうのが。確か100年以上ぶりにそれを復活させたみたいな記事は見ましたけど。おお、いいですね、いいよ。それではちょっといただきながら検索して情報を読みたいと思います。蓋が重い。結構軽やかですね。うん、なるほど。結構若めかな。若干アルコール感も感じつつも、フルーティーさとね、フローラル感がありますね。香水のような。いただきます。軽めなんですけど、若干香ばしさとバニラのようなね甘さがありますね。はい、それではちょっと情報を見ていきます。グラスゴーはかつて何百もの蒸留所があった場所です。2014年そのグラスゴーに110年ぶりに誕生した、
蒸留所グラスゴーディステラリーは革新的なチームを結成して最高の蒸留設備、最高の原料を使用し最高級のウイスキーを作り上げています。今回リリースされる1770グラスゴーシングルモルトウイスキー2019リリースは、これはいつのやつかな、いつリリースのやつかな、いつリリースとは書いてないですが、リリースナンバーワンってやつですね。これとはちょっと違いますが、そしてね、ジンとかラムもあるんですって。うん、やっぱり結構ね、軽やかで若々しくてフレッシュって感じですね。はい、これね、絶対ハイボールにしたら美味しいと思うので、ちょっと、炭酸割りにしたいと思います。その前にね、ちょっと加水したいですね。若干やっぱりアルコール感があるので、少しトワイスアップまでいかないぐらいの加水がちょうどいいんじゃないかなと。あー、やっぱり香りもね、うん、ちょっと加水した方がアルコール感が少し飛んでいいかなと思いますね。甘みも増しました、とても。はい、そしてちょっとまろやかになりましたね、やっぱりね。これはね、やっぱり少し加水がいいですね。うん、トワイスアップまで行っても大丈夫だと思いますけど、そこまで行かないぐらいの加水がちょうどいいかなと思いますね。うん、はい、それではハイボールでちゃんとグラスを用意してきました。このままちょっと入れちゃいます。いや、気にはなってたんですよね、グラスゴー蒸留所。でもローランドってあんまりこう蒸留所のイメージって皆さんないですよね。だいたいハイランド、スペイサイド、まあ、スペイサイドはハイランドなので区分分けで大きく言うとね、だから上下でこう分かれてるわけですよ。スコットランドが半分真ん中から分かれてて、上がハイランド、下が、ローランド。そういう区分で言うとやっぱりローランドのイメージってあんまりないんじゃないかなと思いますね。やっぱりあのオーヘントッシャンとかグレンキンチーぐらい、あとブラドノックですね、ブラドノック、そしてグラスゴー、あと閉鎖したところで言うと有名なのはやっぱりローズバンクですよね、以前いただいた。あと手に入るところで言ったらね、ゴードン&マクファイルとかがあのセントマグダーレンっていうね蒸留所の、ウイスキーを出してますけど、僕は飲んだことないですね。はい、名前だけは聞いたことありますけど、あとはリトルミルね、はい、リトルミルもボトラーズでは手に入ります。まだ高いですけどね、すごい。あとはね、有名っていうか僕もほとんど名前ぐらいしか聞いたことないようなとこばっかりなんですよね。飲んだことはほとんどないです。まあ、あのロストディスティラリーってね、失われた蒸留所マニアみたいな人が多分どこかにいるんでしょうから、そういう方は結構いろいろ集められてるのかもしれませんけど、かなり、ウイスキーマニアの中でもニッチな方ですよね。いただきます。あー、なんかドライですね。フローラルでドライというね。これは、結構苦み出るかな、ハイボールだと。水割りの方が逆に良かったかもしれないですね。ちょっと発展途上ですね。これはバーボンカスク、そしてフィニッシュイン、バージンオークとなっているので、バーボンダル熟成をして、バージンオークで、オークの新ダルで高熟しているものになります。これは2018のものですね。2018リミテッドエディション5000本限定ノンチルフィルタード。なるほど、これはちょっと将来に期待って感じかな。でもね、ローランドらしい酒質というかお酒の質でしたね。ローランドというとやっぱ軽やかなイメージが持たれてる方結構多いんですよ。やっぱり三階蒸留っていうのがねありますから、これはどうか分かんないですけどね。オーヘントッシャンとかは3階蒸留なんですよね。だから結構軽やかって言われてますけど、これはあれですね、多分3年熟成ぐらいなんでしょうね。
正直ねこれからですね、最近のものは飲んでないので2019とか2020とかねそういうものがあるかもしれませんのでこれを機にねちょっとそういうのも追ってみたいなと思いました。いや今回はねちょっとこのグラスゴーの紹介でねすっかり話が飛んでますけど今回はこの山崎18年マッカランマッカラングラスゴーとねあとうなぎパイいやもう驚くものばかりでね正直、前回も前々回もそうですけどもう大恐縮しちゃいました、でもねこうやって1回だけ動画で使うみたいな感じではなくですねやっぱり何かしらこう例えばこれから、ローランドのね、お酒の紹介まとめを作ったりとかあとは日本のウイスキーのまとめを作ったりとかマッカランのだけの、まとめ動画を作ったりとかそういう場所で何回も何回も使えるのでとても助かるんですよね、今までいただいたものが何回も登場していることって結構あると思うんですよ。なのでこれからも、バンバンいただいたものなのでね気兼ねなくバンバン使わせていただきます。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ちょっと、期待しててください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォローを、サブチャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。